毎度ありがとうございます。矢守文です。皆さん、 YouTuber にとって大切なものって何だと思うでしょうか？どうでもいいけど、この動画の始まり方非常に多い。そう、大切なものはですね、美術的センスなんですよ。皆さん、この動画にどうやってたどり着いたでしょうか？そう、いろんな動画がある中でね、あれもいいな、これもいいなっていう風な中で、画像とタイトルを見てここにやってきたと思います。その画像のことをですね、サムネイルというんですけれども、このサムネイル力というのがですね、 YouTuber にはとっても大切なんですね。そう、視聴者さんが思わず、お、なんだこれは、面白そうじゃないかと思ってくれるようなサムネイルを作るには、美術的なセンスっていうものが必要なんですよね。というわけで、今回はそれを鍛えていこうと思います。そう、こちらにですね、A4 用紙がございます。こちらにですね、今回はデッサンしてみようと思います。そう、今まで私はね、わけのわからない動画ばかり撮ってきましたが、今回はとってもね、お上品な動画となっております、マジで。そして今回何をデッサンしていくかというと、こちら、そう、こちらレオ・アームストロング最強ジェットアームストロング砲です。完成度高えな、おい。そう、知る人ぞ知る超秘密兵器でございます。もしわからない方は、ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲で検索してみてください。おっと、まあ、もしかするとですけどもね、ひょっとして、あれを想像してらっしゃいませんか？違いますよ。これはチンコではありませんからね。そう、とても芸術的センスのある兵器でございますので、そこのところお間違いないよ。というわけで、デッサンしていきましょう。シャキン！こちら、今回のデッサンには 2B の鉛筆使ってみようと思います。これ 2B ってデッサン用だったっけ？本来デッサンするんだったら、確かいろんな濃さの鉛筆を使い分ける必要があるんだった気がする。まあ今回はめんどくさいんで 2B でいきましょう。余談ですが、私、中学校の時の美術の成績5段階で2とかだった気がします。なんかね、自分の左手をデッサンしてくださいっていうテストで、なんか指6本書いてたからね。うん、私には6本に見えてたんだ。仕方ないじゃないか。まあそれはいいとして、書いていきましょう。はい、20分ほど書き続けて、こんな感じになりました。なんだろう、原型がとりあえずできたかなみたいな感じでございまして、ここから細かい影のタッチとかを加筆して、よりリアルに仕上げていきたいななんて思っております。といっても、私今までデッサンやったことって 2,3 回ぐらいしかないから、あんまり知識ないんですよね。誰か詳しい人教えてください。はい、なんかずっと正座して書いてたら、なんか足が辛いので、この足つぼマットを敷いて、その上に正座して書いていこうと思います。いったー、あっ、足が、あ、やっぱり足つぼマットやめます。はい、てな感じでできました。ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲のデッサンでございます。まあ正直そこまでうまくもない。いや、もう何年ぶりだろう、デッサンやったの。すごい久しぶりだったんですけど、普段全然絵を描かないのでね、たまにはこうやって描いてみるのもいいもんですね。なんだろうな、近くで見るとそんなにうまくも見えないんだけど、遠目で見ると多少はそれっぽく見えるんだろうか。わからん。というわけで、よし、